さかねフラワーチャンネル始まります。今日はこちらサボテンですね。サボテンを使ってちょっとおしゃれなコサージュを作りたい。ご視聴ありがとうございます。でこちらからこう剥がせますので、そしてこのフローラーテープをビューッと伸ばして使ってください。じゃあ手元の方をご覧くださいね。多肉植物の、サボテンですね。これをフォーカルポイントにしております。フォーカルポイントはワイヤーが入っておりますね。ピアスメソードです。直角に曲げます。そこの直角に曲がったところをメカニカルフォーカルポイントと言います。 MPF フォーカルポイントから、左の手でね持っているところですね。ここはね絶対にずらさないこと。皆さんね生徒さんずり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 っとずれるんですよね。そうするとねフォーカルポイントが高くなってしまいますから、フォーカルポイントはメカニカルフォーカルポイントから4センチ以上高くなったらとってもブッサイクになりますのでご注意ください。今ガーランドをやっておりますね。まずガーランドをするためには24番のワイヤーを足しております。これまでに前回全部ヘアピンメソード、ツイスティング、それからピアス、全部テーピングも済ませてありますね。ここまでかなりねかかっております。前回見てくださった方ありがとうございます。引き続き仕上げでございます。前回もねすっごい早送りでまとめましたが、ここはねあんまり早く送ると全然わからないので、ガーランドはゆっくりと動画を撮っていますね。編集もあんまり極端なことはしておりません。コニファー、白大菊、それからローズマリー、ローリエと次々と違う種類のものをね右に振ったり左に振ったりしながら続けて、一回巻いてくるっと巻けばすぐ白大菊、くるっと巻いたらローリエ、そしてくるっと巻いたらコニファーなどと、あまりね間を空けるとねすっごく間が空きすぎて、このね間の取り方がガーランドってとっても難しいんです。一度していただけるとわかると思いますが、まあ一回でね完成というか成功するとは思わないで、ちょっとほどいたりして2、3回やると上手になりますね。何事も1回でね成功するって天才でもない限り無理だと思いますので、練習をねちょっとやってみると意外と難しいので面白いんですよね。くるくる巻いております。ここは半幅でまとめていますね。今一つのガーランドができました。ガーランドって続けざまにね続けて巻いていくっていうことがガーランドです。三日月を作るのには丸と片三日月、下三日月で3つが重なってジョイントされたところがクレッセントになるわけですね。そしてフォーカルポイントの両サイドにまあ、やはりたくさんローリエとか白大菊、コニファーなどで、サイドもね結構4センチの高さがありますから、たくさん入れないと横から見るとねスカスカになりますね。コサージュなんかもまあ、お花屋さんなんかはリボンでねごまかしたりして、リボンでサイドを隠したりしてますね。もちろんそうしてもいいんですけれども、リボンよりやはり自然のね、こういうローリエとかコニファーとか、それからローズマリーとかというような植物の方が素敵ですね。すごく乾燥してもそんなに変わらないので、とっても素敵な壁飾りができます。ちょうどね
アトリエにあった看板ではないんですけど、それにかけるとぴったり色彩も合いましたので、最後に出てくると思いますが、それをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。前回に引き続き2回見てくださった方、特にありがとうございます。それでは失礼します。もしちょっとでもよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。